はいどうも、かずきです。えっとですね、今回はニコンさんからとある機材をですね、お貸し出しいただきましたので、今回はそちらをですね、ちょっとざっと見ていこうかなと思います。で、今回借りた機材っていうのがこちら。ニコンの超望遠ズームレンズ、ニコン Z180mm600mmF5.6 から 6.3VR と。 というところで、8月31日に発売予定の超望遠ズームレンズ。こちらをですね、今回ちょっと先行でお借りすることができましたので、まあ、僕自身ですね、ちょっと外観を見ながらどんな感じの、ね、レンズになっているのかっていうのを、今回この動画の中でざっとご紹介していこうかなと。 思いますまあ、僕自身ですね、ニコン F マウントの200-500というレンズっていうのは、一応使ったことはあるんですけども、ちょっとね、さすがに持ち歩きするのには重たいなっていうふうには思っていて、この 18600mm もね、結構ね、重たいなっていうふうには思ったんですけども、まあ、ギリギリ。 三脚なくて手持ちでいけるぐらいのギリギリのラインかなっていうふうに思っているところもありますので、ちょっとね、これで今回は写真をね、撮っていきたいなと思います。で、ちょっとね、開けていこうと思います。フードでございます。かなり、まあ、でかいフードですね。はいで。こちらがですね、レンズ本体になりますので、ちょっとね、こちらを出していこうと思います。よいしょおーこんな感じでございます。いかがでしょうか かなりですね、持った感じの質量感みたいなものは、やっぱりしっかりとありますし、このレンズ自体の合成みたいなものも、なんかね、結構質感は高くなってるんじゃないかなと思います。で、こんな感じでですね、三脚座っていうのもね、こんな感じで簡単に開発にできるようなものっていうのがついておりまして、ここにですね、ストラップをつける輪っかっていうのもついているような三脚座になっております。でね、こちらをですね、ちょっとフードをつけていくとどんな感じかっていうと、よいしょ はい。こんな感じでございます。えー、こちらの重量はですね、三脚座を入れると約2.1キロぐらいの重量になるんですね。なんで、ちょっと僕自身もね、今これ持ってるんですけども、かなりですね、腕に重量がこう乗っかってくる感じがするので、まあなかなかですね、手持ちでずっと撮影するっていうのはもしかしたらきついのではないかというふうには、ちょっとね、感じております。ちょっとね、レンズの外観をざっとお見せしていこうと思うんですけども、こちらですね、フィルター径が95ミリと、 いうところでかなりでかいですね。おお、めちゃくちゃかっこいい。綺麗ですね。<laughs> こんな感じでですね、テカテカしているわけなんですけども、こちらのレンズは望遠ズームレンズで 180mm から 600mm っていう焦点距離をカバーしてるんですけど、こちらですね、ズームリングを動かしても、 このね、レンズの前玉っていうのが出てこないような形のインナーズームになっているので、すごくね、使いやすいんじゃないかなと思います。で、プラスアルファで、この回転角っていうんですかね、180から600に行くまでに、かなりですね、この角度っていうのが、 ちょうどいい塩梅になっているので、一発で片手でさっとテレタンまで持っていくことが容易にできるんじゃないかなっていうふうに思いますし、今ですね、僕自身がこのズームリングっていうのをガッと回しているんですけども、トルク感に関しても軽すぎることもなく重すぎることもないような感じのものになっているので、かなりですね、この辺はいいんじゃないかなというふうに思います。 でこちらにですね、ファンクションの、まあ、リングみたいなものがあるんですけども、まあ、これはですね、多分機能を割り当てる、まあ、F 値であったりとか、ISO 感度であったりとか、まあ、そういったところにね、割り当てることができるようなものになっていると思います。こちらに行くとですね、オートフォーカスとマニュアルフォーカスのレバーがあって、こちらにですね、フォーカスのリミッターのスイッチがありますね。で、こちらのレンズ自体 VR っていうふうに書いてあるので、このレンズ自体に手ブレ補正機構っていうのが入っていると思うんですけども、 そのスイッチみたいなものは、今ね、僕が外観を確認してくる限りは確認できないので、まあファンクションボタンであったりとか何かしらでね、設定するのかなと思います。で、このレンズですね、ファンクションボタンがですね、4つもついていて、こんな感じですね、等間隔で4つボタンがついてるんですよね。 なので、このファンクションにですね、オートフォーカスのモードであったりとか、あとはまあ手ブレ補正のオンオフであったりとか、まあこういったところもね、割り当てられるのかなというふうに思います。でね、この5.6から6.3っていうところで、まあこの焦点距離が200ミリから600ミリあたりのレンズって、他のメーカーでもね、あったりとかするんですけども、まあようやくですね、ニコンからも出たというところで、これをね、待ち望んでいた方っていうのは結構多いんじゃないかなと。 思います。まあ僕自身 600mm で写真を何が撮るかって言われると、まあ野鳥であったりとか、まあスポーツであったりとか、あとは乗り物であったりとか、まあそういったものを頻繁に撮影している人間ではないので、まあ正直ですね、あの、今ね、何を撮ろうかっていうところで迷っていたりとかはするんですけども、やっぱり6 0 0ミリっていう焦点距離の画角でないと撮れない瞬間っていうのもやっぱりあったりとかするので、この辺はね、ちょっとね、今ね、使ってみたいなっていうふうにすごく思ってます。こちらのレンズなんですけども、 テレコンっていうのにもね、対応していて、ニコン Z のテレコンって1.4と2倍のテレコンがあると思うんですけども、それぞれ使います。1.4倍のテレコンをつければ、テレタンで 840mm まで。 望遠を稼ぐことができますし、2倍のテレコンを使えば1200ミリ相当の画角になるというところで、もう1200ミリってね、もうめちゃくちゃ遠くまで映っちゃうっていうところにはなるんですけども、まあその代わりですね、F 値っていうのがガツンと上がってしまうので、動き物でね、テレコンの2倍つけるっていうのはなかなかないかもしれないですけども、まあなかなかね、あの1200ミリっていうのはないですから、そういった点ではね、すごく面白いんじゃないかなというふうに思います。で、参考までにですね、僕自身がね、持っているこのね、 7200とね、比較するとこんな感じ。いかがでしょうかこのね、7200もね、結構でかくて重たいレンズなんですけど、やっぱりそれと比較しても、あの、重たいですし、大きいなというふうに思いました。まあ、これは焦点距離が違うんで当たり前だろうっていう話ではあるんですけども、まあ、これぐらいの大きさの違いでございます。で、ただね、やっぱりこれだけの焦点距離があっても、片手でね、全然持てるぐらいの、 大きさでにはなっているんで、すごいね、めちゃくちゃ使いやすそうだなっていうふうには思います。でもちろんこちらのレンズは防塵防的に配慮した設計にはなっているので、まあ、屋外でね、ガンガン使うこともできますし、プラスアルファで、このね、レンズの前玉にはフッ素加工っていうのもされているので、まあ、水滴がね、付着してしまうであったりとかゴミが付着してしまったとしても、ここね、すぐに拭き取ることができるというところでございます。 ま、95mm 系のね、レンズ保護フィルター買うのも僕はいいとは思うんですけども、やっぱりレンズの性能をね、やっぱり引き出すっていう点においては、フィルターっていうのは、ないに越したことはないのかなっていうふうに個人的には思っているので、そのまま使えるっていうのは、やっぱり嬉しいですよね。はい。で、ちょっとね、カメラにね、このレンズを付けていこうと思うんですけども、いかがでしょうか。おー。 まあやっぱボディがちっちゃいとレンズがすごく大きく見える感じはあるんですけどもまあでもこれね普通に手持ちで撮影するのは余裕なのかなっていうふうには思いますねちょっとね部屋の中だとねもうあの被写体が近すぎるんでねあんまりだとは思うんですけどもああ近すぎて近すぎて全然近すぎて全然ダメだ <laughs> ああダメだ ちょっとですね、室内だと距離が近すぎてですねまともに写真が撮れないというところになりますのでちょっとねこのセットとかあとは Z9 につ、ね、けてこのレンズを試して写真を撮っていこうかなと思いますちょっとね今パッと見てる限りオートフォーカスはどうなんだろうなちょっとわかんないですねでワイドタンの 180mm 側でよいしょちょっとねあんまりこの屋内だと分かりにくいところがありますのでちょっとここはですねまた動画を撮っていこうかなと思います 思います。いやー、ただね、これはちょっとね、かっこいいなっていうふうに、個人的には思っておりまして、Z9 にね、つけてもね、やっぱりすごい様になるんじゃないかなっていうふうに思ってます。ちょっとね、本来だったらこのね、今動画で撮影しているカメラに、このレンズつけてね、 やりたいんですけども。はい。で、まあ、こちらのレンズっていうのは、あの、S ラインのレンズではないんですけども、まあ、描写に関しては、おそらく妥協はないのではないかというふうには、個人的に思っておりますので、まあ、ワイドタン、テレタンの最短であったりとか、あとは無限付近で、まあ、どれぐらいの解像度であったりとか、色乗りになるのかっていうのは、ちょっとね、やっていこうと思います。あとは、個人的に気になるのは逆光体制ですよね。逆光時にどれだけ色が再現してくれるのかとか、フレアゴーストっていうのがどれだけ 出ないのかまあこの辺も僕自身はレンズを使う上で非常にねニコンに期待しているところになりますのでまあその辺もですねざっとやっていこうかなと思いますえーとですねてな感じですね今回はちょっとね室内でこの機材をね開けていろいろとね外観を見てきましたというところでいかがでしょうか まあ、こちらのレンズね、もう待ち望んで予約しているっていう方もね、いらっしゃると思うんですけども、8月31日、8月末に発売になりますので、まあ気になっている方はぜひね、チェックしていただければと思います。てな感じで今回はこのところで動画終わりたいと思います。それでは、バイバイ。